赤レンガ闘争とは、安田行動封鎖が解除された1969年9月から始まった森山君オらが中心となった東京大学精神科医師連合による東大病院精神病棟選挙事件。この病棟のある建物の外観からこの通称がついた。精意連は3階建ての赤レンガ病棟の1階と2階の一部、計55室を選挙し、 対立する大広氏を筆頭とする東大当局側の医師たちは外来派と呼ばれた。さらに、生意連は自主管理と称して自分たち以外の医師、看護婦らが病棟に入ることも拒否し排除した。大広氏は病棟責任者としてストレスに過敏な患者に配慮して警察力を導入しなかった。また、聖意連メンバーの留学に際して自主管理を離れるのでなければ、 許可を与えなかった。これにより、東大精神病棟は、生意連派と外来派とに分裂し、1996年まで解決しなかった。誇りかぶる、教授の胸像ひっそり壁に、ビラーカレンガ病棟初公開、朝日新聞1978年7月1日、夕刊三版従面中井久夫、日本の医者、心の科学総書日本評論者、 2010初版、誰が風を見たか、11章、東京大学と、学園紛争217ページ、誰が風を見たか、221ページ、ドキュメント東大精神病棟、同情。参考書籍産経新聞、著、誰が風を見たか221から222ページ。ありがとうございます。